そもそもこの間試合だった、はい、どうだったんですか。そうですね、ミスショットも少なかったので、はい、自分では満足しました。ただ本当にちょっと悔しいミスがアプローチで残り20ヤードなんですけど、はい、左足下がり、はい、しかもライが悪くて、はい、ちょっとトップ目に入ってしまい、うんうん、グリーンのまた反対側まで、まあ、ありがちなこのシチュエーションですよね、はい、上げた上でランも出るような打ち方 で、はいはい、でやってで左下がりで打ちに行ったら結局トップして奥行ってしまったっていう、はい、うん、一回まあその時のシチュエーションをイメージしながら、はい、何球か打ってみていただいて、はい、ちょっとどんな打ち方になってるかっていうのを見ながらいきますね、はいはい。まあこういうすくい打ちになってトップした、今のだったら多分うまく いけたのかなっていう、こういう感じだったらよかったのかなって思うんですけど、台がへこんでたんで、そこら辺がどうすればよかったのかっていう。確かにまあ難しい状況ではで、はい、左足下がりのちょっとへこんでてっていうところ で、はいはい、でヘッドを確実に上から入れていくっていう状態を作らないといけなくて、はいはい、で、まあ、2つポイントがあってですね、はい、でまずあの1つ目は構え方なんですね、はい、でそもそも構え方を見たときに、はいはい、結構背筋よく綺麗に立てていて、はいはい、ショットに近いくらい背筋が綺麗に立てている状態だったんです。やっぱりこう左足下がりとか、はいはい、アプローチで届きづらい状況の時はもうちょっと猫背作ってしまって OK です。そうなんですか。短い距離のアプローチとかは多分ちょっとクラブも短く持つと思いますし、はあ、で少し背中丸めて構えてあげた方がまずこう下に届きやすい状態を作る、うん、でこれがポイント一つ目で、まあ、もう一つあるんですけど、はい、もう一つはもうクラブの使い方で、はい、このクラブの重さの中心っていうのがこの辺りなんです、ね、はい、でこの重さの中心の部分が手元よりも下がってくるような使い方をしてしまうとすくい打ちになります。なんでこのクラブの重心が手元を上から追い越すような動きでやると上からヘッドが入ってくる。でそれを踏まえてやるとそもそもこう背筋よく構えができてて、はい、背筋はいいんで、あの、そう、姿勢は非常にいいんですけど、はい、でその状態から重心が手元よりも後ろに行く使い方を背筋がいい状態でやっちゃうと、あ、いわゆるすくい打ちっていう状態ですね、はいはい、で、まあ、綺麗に入ってもちょっとダフりながら入るとかになるんで、上からやっぱ入れられない、うん、はい、まさにそうです。こんな感じでした、はい、まあ、試合の時でそこまでロジックで考えるのは難しいんですけど、あ、まあ、今後の対策としては、背中をちょっと丸めた状態で手元よりもこのヘッドの重心が追い越して上から入ってくるという状態ですね。素振りでいくと背中丸くしてて上からの重心が入ってくる状態で、こう下から煽るっていうような感じにはならないようですね、はいはい、上から入ってくる状態。あ、なんか音がすごいいいと思うんですよね、はいはい、背中丸くしてて上から、はい、はい、一回ちょっとやってみましょうか、はい、はい、でもシンプルにできるのは背中丸めてあげるっていうのが。そうなんですね、はい、意外と背筋よくなりすぎてた、そうですね、こう背筋こういうの短い距離のアプローチはちょっと丸くなってもらって、はいはいはい、このクラブの重心がこっちに行かないようにっていうことですね、はいはい、これが必ず前から、そうね、そう、前から来るように、はい、こういう感じですね、はい、猫背はちょっとびっくりですね。そうそうそう、猫背にしてあげる、こんなんでいいんですね。あ、そうですね、でも全然そのそんなに猫背になりすぎたりはしてなくて。 あ、そうなんですか。はい、普段がすっごい自分の中でも、はい、こんなになってる感じですけど多分私の方があのすごい猫背になってました。へえ、いや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 、あ、ちょっとよかった今、うん、確かになんかたまに届きますね。そう、まずたまに届きやすいっていう状態を作ってあげるんで、
アプローチって僕緩みたくないんですよね、はい、こうちょっとこうなんていうんですか、手元に余裕が出すぎると、はい、噛んだり、はい、トップしたりするんで、はい、どっちかというと僕少しテンションを残しつつ行くんですけど、うん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 、そうするとどうしてもこうなっちゃう、はい、これが猫背にすると、はい、なぜかいい距離感で、はい、今の入り方良かったですか？いいですよね、はい、今の音良かったです。これはあのゴルフのスイングって組み合わせなんですね、はい、でクラブをちょっとお借りして、はい、ともと、はい、楠本さんがあのちょっとこのシャフトの重心が後ろに行く傾向があって、はい、で、すくって入るっていう傾向があるんですね、はいはい、なんで猫背に構えてたら、はい、その動きをした時にダフるっていうイメージがあるんです、まさにそうです、はいはい、そうだからできるだけピンとして、はい、距離を保とうとするんですよね。そうですね、クラブのヘッドとの、はい、それがもう本当組み合わせの状態で、要は下にこうヘッドがこういう、まあ、ヘッドの重心が後ろに行くっていう、こういう動き方をしている状態を背筋良くして、なんとか噛み合わせようとしてるっていう状態が今の、まあ、今までの動きに近かったです。まあいい時はその動きでも、はい、まあ、なんとかなるときはなるんですけどね。なんとかなるときはあるんですけど、やっぱりちょっとライが悪いときにヘッドを上から入れられないイメージになる。そうなんです。あとは無理やり手で上からクラブをこうって入れるしかない。そうですね、それが確かに一番良くないときっていうのは、まあ、背筋がピンとしてて、はいはい、でクラブとしては背中側に落ちてるものを手で無理やり、はい、そうです、落とそうとするっていう、もうまさに私の困った時のアプローチはもうそうです。そうです、ヘッドが落ちる前に手でバッと落とすみたいな感じになると、まあ、手にやっぱすごい力が入ったりとか、やっぱりすごいバランスが難しいアプローチになる。あ、基本的にはこのシャフトの重心が手元を上から追い越して入れていくようなイメージを、そもそもの場合は持ってもらった方が、はい、安定してヘッドが入ってくるっていう状態になるんで、はい、で、まあ、猫背で非常にこう近い状態を作ってあげて、はい、それでも上からヘッドが入ってくるっていう動きを作れば、はい、ダフらずにいい音でアプローチしていけるんで。これってバンカーも一緒ですか？あ、バンカーも一緒です。バンカー猫背ですか？バンカーは、そうですね。あの、猫背で近づいてる状態からいかないと。はい。要は、やっぱりこう、届きづらいっていう状態になる。届きづらいんですよね。そう、背筋よくやってて。そうなんですよ。で、クラブが、このシャフトの重心がこう後ろに行く入り方をするってなると、はいはい、すごい手前からヘッドが入ってきて、はい、砂取りすぎてダフったり。それですね。はい。もしくは、砂取りずに、体を浮き上がってトップしたり、ってなるんで。はい。はいはい、基本的にはちょっと届きづらいなっていうシチュエーションはしっかりこう猫背とか、まあ、膝曲げるとか、まあ、届きやすい姿勢を作ってあげて、はい、それでヘッドが落ちる場所が安定するっていうのは、しっかりこの重心を前に持っていきながら落としてあげるイメージを持つ。重心を前、前に、はい、この手元よりも上から前から入ってくるっていうイメージを持ってあげると、バンカーも綺麗に入ってくる。はい、はあ、なるほど。猫背にはちょっと衝撃を受けましたけど。でもなんか、理屈が分かると、ああ、そういうことかっていう、その、組み合わせの問題って、ちょっと話それますけど、はい、パター打つときに、はい、よく僕、猫背になる。おー、はい。で、パターちょっとできるだけこう上から打ちたいな、あ、こう、近くで打ちたいなって、上から覗こう覗こうと思うと、猫背になるんですよね。はい。アプローチも一緒みたいなもんですか？アプローチも全然その体勢からでいけますね。すごい近い距離のアプローチってどうします？あの、本当2ヤードキャリーみたいなアプローチのシチュエーション。ですね。はい。2ヤードですよね。2ヤード。もう2ヤードはもう本当に、はい、いう感じで、はい。
すくってます。今すくってましたよね。そうですね。非常にうまくすくってるんですけど、はい、手元の重心に対して、後ろに行きながら行くっていう、はい、まあ、癖の傾向があるんですけど、これでも、振ろうとしてる方向と逆にシャフトが動いてる状態ですよ。はい、ボールはそこにあるのに、はい、手元もそっちに動かしてるのに、はいはい、ヘッドは後ろに行くみたいな。はいはい、で、そこから急に合わせるってなると難しいので、はいはい、基本的にはこの重心が前から、前から上から降りてくるっていうイメージを持ってあげた方が、やっぱりインパクト、ちっちゃい動きが正確になります。ニヤードやってみますか。ちょっとすくって入ってますね。これですか？今のですか？今の確かに確かに。今ちょっとすくって入ってます。これはシャフトの使い方の方。一回ちょっと一緒に行きましょうか。はい、で、この状態から。今結構いい打感だったの分かりました。打感良かったですね。打感良かった。こういう感じ。音良かったですね、今の。ああ、ちょっと。難しいですね。ニアードアプローチなんて。ニアード、難しいですね。すごい、地味めな。でも、距離 2.4 ですよ。距離 2.4、はい、うまいです。キャリーニアード打ててます、ね。はい。今、ちょっと気づいたんですけど、はい。僕、どっちかというと、このシャフトの来角を結構キープして打って、はい。いっちゃうんですけど、はい。先生に持たれると、意外とここで、はい。クイッとこう、来角がつくような動きに感じるんですよ。おお、なるほど。こう、そうですね。そこのなんか来角を、はい、キープ感を作りすぎると、そうですね、実はつく動きになるっていう。はいはいはい。一回アドレスの状態じゃなくて立ってる状態で考えると、はい、来角を絶対キープして元の通りインパクトを加えるっていうのはこういう動きですね。はいはい。はい、で、これをイメージして実際振るとどうなるかっていうと。振りに行った瞬間後ろに振られる、はいはい、られます。なんで大事なタイミングでシャフトが手元よりも後ろ側に倒れるってなるんです、はい、インパクト直前で倒れて、はい、なんとかすくって間に合わせるっていう。そうです、僕のスイングです。、はい、そうで、そうなってしまうんで大事なのはさっき構えてる時にシャフトの重心が手元を追い越すイメージっていう、上から追い越すイメージっていうのをお伝えしたんですけど、はいはい、それをまあ、立ってるところで考えると、まあ、すごく脱力している状態を作ってあげて、はい、で、一回自然と倒れるっていう動きがあってから、手元の上側を重心が通って戻ってくるってことです。大事なところで、シャフトが、まあ、寝てるところから立ちながら戻ってくるっていう。重心がまた立ち上がるように動かしてあげるっていう。来角を絶対キープは大事なところで倒れる。はい、振り遅れる、はい、長いクラブだったらもうプッシュのミスも出る、短いクラブだったらまあ振り遅れてダフる、はいはいはい、トップする、いろいろ出るんですけど、絶対キープ感ではなくてむしろ脱力している状態で、まあ、フラーっと倒れる状態がありながらシャフトが戻ってくる、戻ってくる、はい、こういうことですね。そうです、そうです。それが今まではこうなってたって。あ、そうです。大事なところで倒れてたって、はいはい、まあでもこれ倒すのとかをまた考え出すと混乱するっていうところなので、はい、意識するのはこの戻ってくるところだけですね、はいはい、このシャフトの重心が戻ってくる、はい、戻ってシャフトが立つ、でそれを前傾している状態でいくとこのシャフトの重心が手元よりも前の上から来るっていうイメージを持ってやってあげるとアプローチ安定してくるんです。というので、まあ、絶対キープっていうよりかは、はい、脱力してて、前の上から戻ってくる、はい。前の上から戻ってくる、はい。今ちょっとハーフトップになったんですけど、はい、まあ、ハーフトップでもこうナイスアプローチと変わらないような入り方してくれるんで。はいはい、2ヤード。2ヤード。すごい、2.1 ヤードでしたよ。あ、今 2.6 ですよ。2.6ヤード、はい、あー、基本的にはもうシャフトがこう後ろに行くっていうのがないようにって、はい、ですね、少し前から、はい、前から戻ってくるっていう状態作って、はい、まずはこうインパクトを上からヘッドが入れられるようにしていくっていう、はい、それです、それです。
あ、今めちゃくちゃいい音しましたね。いい音しました。はい。フェースに当たった後、チャッてこうバンスの音も聞こえてきてて、はい。めちゃくちゃいい音。OK。これはちょっとたくさん打って、体に染み付けないと。そうですね。うん、今多いポイントは、ダフるのが怖くて背筋良くして、はい、クラブだけちょっとこうシャフトが後ろに来るような動きになる。はいはい。っていうのが、一番危ない状態、はい、練習ではちょっと怖いかもしれないですけど、はい、猫背で近づいた状態から、はい、そこからシャフトのいい動かし方をしてあげるっていう、長い目で見てやっぱ練習するのはこの練習するとうまくなります、ね、はい、分かりました、はい、というところでじゃあアプローチはこのあたりで終わりましょうか、はいはい。